競技ということですが、終わってみていかがですか？いや、ホッとしてます。はい、よかった、はい。出来栄えはいかがですか？どうでしたか？ちょっと自分では、はいね、見てないんで、まあ、しっかり、まあ、間違いないようにやれたかなと思います。はい、緊張とかは？いや、大丈夫でした。はい、先だって追挙式が行われましたけども、追挙式の時はどういった思いで出席されたんですか？自分の心も体もここで生まれ変わるじゃないけど、新しい気持ち持って精一杯努めていかなきゃいけないなっていう、そういう思いでしたね。実際あの自身の綱が新田閣を出され持ってこられて、それを見た時っていうのはいかがでしたか？まあ、改めてそういう実感が湧いてきて。これまでの感想と今後の抱負というのをお願いします。そうですね、もうこれだけたくさんの人に応援してもらって、まあ、応援の言葉をいただいて、これだけ大変な地位に就いたわけですから、しっかり努力して一生懸命稽古に励んで、まあ、稽古だけじゃなくてそれ以外のところでも学びたいこと、学ぶこともたくさんあると思いますので、一生懸命頑張りたいなと思います。